来た？寝掛かりや。は？寝掛かりや。寝掛かりや。お前、貴様でかいみたいな話で、しょぼいんだよお前。でかい？でかいでかい。めっちゃディープか。めっちゃディープから来た。マジででかい？見つけたよ。どこへんできた？12メートル。だなー。え。やったな。どうや？ふえい。フレッシュ、わあ、わあ、来た。40だ。やばいやろ。40ジャスト。これはでかいぞ。やった。来た。フッキングしたなお前ちゃん。おお、ついに来たわデカバス。木口さん、このポイントの足元に群れでおるわ。群れでおるな。お、連発。あんだけ朝から6時間のんばいてや。おほいでここ来ていきなり当たりがあるもんね。当たりが12から17メーター、うん、下手したら20メーターだな。俺とか 12.8 やろ、うん、深いラインにおるんだこの時期。深いね。深いとこにおるで。深海魚みたいな感じだったもんね。おやっぱここだぜ。おおでかいでかい。やっぱここだぜ。いいか。でかいぞお前それ。いいか。おそこそこだな。でかい。やっぱここだろう。40いった。またここだろうなあ。でかい。ここの魚だろう。おお、でかい。いやー、やっぱポイントだな。おお、でかい。いやいやいや、まあまあ。でかい。ぶっこ抜き。うわ、重い重い。抜け抜け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 。ちょっとカメラ持って。はい、うわ、40ぐらいだね、これも。いい魚や、それ。ほら。40ぐらいだね。やっぱ、オオサンショウウオの方が食うか。だからもう足元よ。そこ落とすやん。おう、着底してそこにトントントンで3秒後着底バイトだ。コーンだよ。重みに乗ったなっつったら こちらですよ。やるなお前。まあ、ちっちゃいけどね。40ぐらいの。やるなお前。ありがとう。まだまだ釣るぞ。ポイント見つけたぞ。キクさん、やっぱディープのディープの釣りよ。ちょっと いいやろ。お前何匹目やそれ。いや3匹やで。釣るなお前。連発。やっぱね、10メーターライン今日は。それ以外で朝からさ、岸際をさ5時間打ったやん。で坊主やんな。それがこれ見え、10メーターライン15メーターライン攻めれば連発。フィーリングよ。釣ったなお前。釣れたで。ほらちょっと感動だわ。木口さんどうよ。うん、もうちょっといまいち反応ないけどな俺。おお、一匹か。一匹だよ。もう2時だろ。2時だな。お前。釣れる場所は俺探し当てたんだけどな。うまいなかなか厳しいな。ちょっとワーム変えたからこれ。何さ。おお、見て見て。何これ。釣れるどこだ。何これ。エスケープツイン。エスケープツイン。ああ、エスケープツインって言うんだ、知ってた。エスケープツインか。ツインじゃダメなんだよ。エスケープツイン、ツインだよ。これめちゃめちゃ釣れるらしいな。釣れるぞこれ。まあ俺あんま好きじゃないけどそれ。これで俺50ってことだ。あんた、これオオサンショウウオ1本。オオサンショウウオが一番俺も好きなんだけど。強いこれは。2人揃って使っとったらちょっと芸がない。まあな。じゃあちょっとやってこよう。ショウ。タフォッシュも相当打ち込んだけど、3匹釣ったらしいな。ショウが一番数だ。前な。この動画見てるみんなに言いたいんだけど、あのね、この時期あれだね、ピンでバスがこう泳いでるじゃないですか。そしたらその泳いでるバスの口元にそっと送り込むように投げ込んであげる。もう活性が極端に低いですからこの時期は。なのでバスがどこにいるのか探し出して口元にスッと差し上げる。そしたらスッと吸い込む。うん、ショートバイトだね今日はね。やっぱりお前オオサンショウウオか。いやだからカーリーテールとかはもう擦れとるから。ここはめっちゃ貴重なバイトやろ。ほらブリンブリン。重たい重たい。重みがあるこれ。いいバスじゃん。いいバスだろ。どれ
重みがあるわこいつは。もうちっちゃいサイズなんですけど、こんな感じで。だよキスさん。もう釣れたなお前。俺お前さっきからずっとやってるけどなお前。ノンバイトノンバイト。お前寝とったかお前。今ずっと寝とってお前寝起きで釣りやがってお前。一等で釣ったな。あのオオサンショウウオのフリーフォール。うん、おいぐい。追いかけてきてガーン引くたった。借りてえるお前食わん借りてえる。借りてえるな。借りてえる。さっきね面白いことあったよ。何があった？なんか遠くでさ、うん、なんか犬の鳴き声みたいなあん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 みたいなの聞こえてきて、うん、なんだろうなと思って、もなんか女の声に聞こえるぞとか思って、うんうん、なんか やめてとかなんかそんな感じで言ってんのかなと思って初めね、うん、でなんかちょっと近寄ってみたんだ、うん、そしたらもう確実に、うん、確実にこれ女の喘ぎ声、あ青缶だね青缶、青缶って知ってるかお前、青缶やぞ、タチバックタチバック、ムラムラしてきた俺なあ。近寄ったらやっぱさすがに気がついてやめちゃったけど、ちょっと見えたね、ね見ただろお前もやってるとこ、青缶やってるとこ、追加リーグ追加リーグ、しかも深いとこから今 15m ラインからいきなりぶち上げたから失禁、カチカチになっとるこいつ、失禁失禁リーグだ、硬直リーグ、やっぱ大さんだな、あの水圧の差なんですよこれね、水圧の関係、足元 13m、 おー結構いいね、40ないぐらいなんですけどね、40はないなこれな、ただがっちりした口角、あなんか食っとる、何あれ、うん、持って携帯取って口の中見える、失禁流15メーターラインから、いやいや大丈夫大丈夫、これなんで今こんほらあなったかっていうと、水深が15メーターか17メートルライン、菊さ ん深みのあるラインにあったんだよね、そうだ俺が初め釣ったやつも、そうそう、だから深いとこだから上げに上げて気圧の関係でズワーってなっちゃったよね、上がってきたらなんかもう元気になってん、うん、いい感じだったな、でもね、うん、やっぱここにね、やっぱりね水が流れてこんでんすよ、やっぱ流れ込みにはね魚がつくんですわ、菊さん、もしかしてあんだオオサンショウウオに変える、あまりにも釣れなくて、あまりにも釣れないからやっぱり2人揃ってオオサンショウウオって芸がないなと思っとったんだけど、モノマネリーグ、うん、やっぱなオオサンショウウオやわとか、ユウさん一つ言っていい、お前朝早朝からやってな、うん、今もう3時半やろ、 お前一匹か、一匹じゃ一匹じゃボーイは俺5匹釣っとるで、結構稼いいで今日、お前ヘボくないかマジで、釣り一匹じゃお前、釣りが朝からかれこれお前7時間ほぼノン休憩投げ続けて一匹投げ続けてな、ヘボいいわマジで、しかもお前青缶女が現れてお前、もうそうなんか青缶女、ちょっともうあとじゃあ50アップ1匹ね出しましょうよ、うんうん、ね、いやもう切り札出したからな、あオオサンショウウオ、結構いいサイズ、また来た、お前うまいな、いいえたまたまだろ、釣りうまいな、たまたまだろ、ふわーってね、お前釣りうまいじゃん、いやいやいや、コツだよね、お前まだ一匹か朝からやってな、俺一匹だ、ヘボイはあのな、お前誘いの間だって、間が良くないと釣れんぞ何でも、間だけ、あんまあ、サイズちっちゃいですけど丸飲みですね、オオサンショウウオ1本、キクさん見てこれ、ケチケチリーグ、これだんだん腹が立ってきた、ケチケチリーグ、これだんだんお前に腹が立ってきた、なんで俺ばっか釣ってか、だんだん教えたら教えたら、お前やり方教えたら、だんだん腹立ってきた、教えたら、ねえ38ないか37か、誘い方だわ、あとキクさん、ん
俺らみたいなのは倹約家はさ、ね、こうやってさ、うん、ちぎれたらこうやって半分にカットしてケチケチリグにするの。リグリ方さすがだなお前、うん、お前さすがだなろう。お前 YouTube 界をしょって立て。バレた今。バレたバレた、うん、ゆっくり巻きすぎてバレた。小林かん、いや最後グイって引いてもまあまあでかかったかもしれない。なんとか大山翔来るな。ちょっと失敗したいな。どうしたんだ、ボイショー。手痛めた。どうよ、反応は。たまに会っても小バスでね、うん、厳しいか、うん、非常に厳しいな、今日は、うん、ねえ、冬の釣りになってる。そうか、ディープだね。厳しいな、うん、お疲れさん、菊さん。あ、疲れたな。あ、どうよ、釣れんな。お、ボタン、ボタン、もう投げろ投げろ。何やったお前、お前何やったのに見せて。冬の釣り、バイブレーション見せて。それバイブレーション、バイブレーション、バイブレーションプラグか。送り込め、送り込め。なあ、今日ディープにしかおらんの魚。ディープにしかおらんの、うん、深いラインにしかいないわ。この部長が一匹が今日、まあ、厳しいな、まあ、うん、厳しいわ今日は。ドラマが起こる、釣れるかもしれない。粘るしかない。いや、初日厳しかったな。の、大変だったな。ああ、まだまだやらないかんだよな。ああ、ああ、3匹だけあった。お疲れ様でした。よく頑張った今日も。ね、朝からちょっと今回2つあれやっちゃいましたね。あとまたも俺三脚カメララックスイプラスあれをダーンラックスイして。チョーカーどうでしたか今日は。3匹。あ、3匹。キクさんは1匹か。お前何匹や。俺7匹だ。お前うまいな。お前うまい。まあ、たまたまだ。お前が一番だ。いやいや、たまたまだ。やるやんすな。じゃあ、キクちゃん、今回最後に一発。ああ、どでっかいの頼むわ。くおぉぉ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 。たぶんできないよ、俺。どうしたどうした。もうできない。なになにが。どうしたんだよ。やめてよ、もう嫌だ。嫌だ。イケスが来てるんだよ。嫌な。はめてやれよお前。気が向いたで。そうか。はめてがもう嫌、恥ずかしいって。お前恥ずかしい。いや恥ずかしいというか、なんかちょっともう気分的に嫌になって。ああ、そうか。気持ち的に。強制されることが。はめてはちょっと嫌だな。その画面、大画面に自分がドーン出てくるの見て、ストレスが溜まると。分かった分かった。じゃあ明日。明日ちょっと海釣り行こうね。今日、いやでもほんと渋かったですよ。渋かった。ね、渋かった。これは渋かった。腰痛い。足かくかくケツ。あー、なんか俺も生まれて初めてこの腰痛になってね、立てんようになった。生まれて初めての腰痛。うん、これはもう感じやから、うん、あの頃からはダメだ。あれ、人によってもよかった。うん、菊池さん今回ありがとうよ。それじゃあ最後に一発ふっといやつ頼むわ。やらないっつってんじゃん。ポー帰ろう帰ろう。ありがとうありがとうありがとうございました。ターボショーもありがとうございました。
道の駅でね、港町です、久屋広場、これは愛媛弁で金サイヤっていうらしいんですよね。金サイヤ広場やってきました。なんとね、トンビが狙ってるのはあれですよ、何か分かったな、おそらくなんか残飯がね出るんだろうね。それをこのトンビが空中から偵察、100匹ぐらいいるな。旋回運動めちゃめちゃかっこいいんだけど、 UFO 並みですよねこれ。ほらどうですか皆さん、このトンビの低空飛行、うわやばいな。こいつら会話してるんだろうな。鳥は話しますからね。あの人間ほど複雑な言葉は使わないですけど、約鳥という鳥類ですね、70種類の言葉っていうのを持ってるんですよね。人間だともう1万種類、コウジリンなんか持ってきたらね、もう漢字も含めてもう何十万何百万日本語ありますけども、鳥鳥類っていうのはね70種類の言葉を話し合うんですね、はい、言葉しゃべります、超音波で、鳴き声で、だいたいそれでおはようこんにちはとか餌があるぞとかいろいろ喋るんですね。だからこういう群れることができます。はい、これはすごい綺麗ですね。ああ電話してる。やっぱこういう旅にいいよね。ねおるよね、旅はいいよね。前もおったけど普通に。はいすー大丈夫だと思います。はい、ああびしょびしょになった。はい、これね四国で一番美味しいって言われてる菊さん、宇和島の回転寿司へも、これ四国一うまい店、うん、うまいよ間違いない。やばいな。で隣に映ってるのはもうこれ宇和海でしょ。宇和海すごいですね菊池さん。バレバレの満潮。いやいやいや、これ釣りするじゃん。もう後で釣りしよう。このまま寿司待っとる間予約して釣りしようか。いやーやっぱりいいわ宇和海は。こういうとこで魚はね。明日はちょっとバスじゃなくて海釣り行きますんでね。うわーこれクエトがいるだろうな。普通の海じゃないか宇和海は。あ宇和島はやばいからな、キャプテン翼。あ危ないな、釣るぞ明日は。地魚がうまい。お願いいたします。77番でお待ちの受付番号77番でお待ちの3名様いらっしゃいませんか。これは絶対うまいと思うぞ。やっぱりまずマグロからでしょう。おマグロからか。うんマグロ、おー美味しそう。いただきます。お自分高い。これ漁師飯うまい。これうんうまい。漁師汁、漁師汁。皆さんこれね、漁師の人が作る漁師汁。これうわエビめちゃめちゃうまい。うわこれはうまいわ。うわなんていうかけんちん汁の脂、魚の脂が出て極上だねこれ。極上うまいだろ。うんこれやっぱ柚子が入っとるからうまいよこれ。柚子がこれねこうやってちょっと入ってるから柚子の味がして、そしてウニですよ。ウニすごいな。1個食べるわ。ウニ食べるよ食べる食べる。これはやばいで、ウニ極上のウニ。うまそうだ。ウニ食べるよ食べるよ。うわウニウニうまいか。うまいか。うまっやばいな、うん、もう醤油つけんでいいやろこれ、このまんま。うん甘いな、こぼれるくらいやばいな。これツイッター揚げは、ツイッター揚げ。何ツイッター揚げ。何揚げて揚げて。これやばいってこぼれるいくら。こぼれるいくら。ツイッターに揚げよう、これツイッターに。こぼれとるで。みんなが同時に揚げよう、行こう。うわ、これやば。これ見てこれ。やばい、いただきます。タボさん。これやばい、これ。これ何ブリ？カマトロかな。これカマトロですね。うわ。でこれ愛媛県産タイ。これはやばいって。タイはうまいもんね。めでたい。うん。うん、じゃあ自分らもねタイを食べとる。こ
これはやばいっすよ。マダイですね。天然かな、天然で養殖かな。タイの養殖やっとやろ。養殖も美味しいもんね。いただきます。あ、タイが一番うまいかも。本当新鮮。タイとハマチでいいんだよなあ。ハマっとろかな。見るからありますわ。やっぱ新鮮なやつがうまいな。ネタによってちゃうわ、レベルが。いただきます。ブリブリでしょ、ブリブリ、うん、寿司屋はいいわ。最高だね。これはね、すだちなんですよ。で、すだちのちょっと風味をこうつけといて、これはかまとろかな。いただきます。あ、炙りだ。これあれだわ、あれでしょ、炙りや。この匂いはあんでやるな。おう、この匂いはあれでしょ。ん、わかる。あれハモじゃなくて何だったっけ。これタチウオだ。タチウオ、これうまいね。いい匂い、うん、どう、やばい、うん、美味しい。この大トロマグロや。塩で食べた方がいい。大トロ、やっぱタチウオがいいね。この風味がタチウオを編んであるね。マグロ乗りついたのか。もうタチウオの炙り焼き、こういうフライもうまいよね。これなんだろう。あ、マダイのフライ。チキンナゲット。いや、マダイ、マダイ、チキンナゲット。これマダイのフライや。すり身、すり身や。あ、すり身。ターボーさん、宇和島いいとこね。宇和島いいとこよ。ここはさっきのうどん美味しかったね。寿司とね。今日は寒いけどね、良かったですね。美味しかった。まあ、ちょっとホテル帰って寝ますか。寝ますか。菊さんは、菊さんはもう就寝でさ。ああ。明日に備えて。うん。パワーを食べて今度ブラストだ。